ひだまりラジオ。ヘンケン、トゥランク、シューティング、ドキドキが始まるよ。始まりました、ひだまりラジオハニケム。201号室から来ました、ゆのやこのあすみかなです。山吹高校から来ました吉野家先生役の松木美優です。メリークリスマス。あー、メリークリスマス。イブですね、今日イブです ねめでたいね。めでたいですな。世間様が賑わっておりますね。本当にね。そうなんです。配信日はもう年末、もうちょっとクリスマスムードなんてぶち壊しのもう年末にきっと入っていることだと思うんですけど、はいはい、私たちはちょっと引きずるよ。まあね。松木さんはなんか余裕な感じですね。え、なんでなんで？なんだろう、なんかこう日常から醸し出されるあれですかね。あれって何？今日は松木さんがゲストです。はい、どうも松木美恵です。ようこそいらっしゃいました。いや、久しぶりですね。そうですね。うん、ひだまりラジオ的にはリメイクぶり。あ、リメイクかな？かも。ですね。そうです。あーはーん。何その微笑み。さてさて、はい、今回はみゆサンタが、あら、ひだまりラジオに、あら、みゆサンタが、あら、プレゼントをくれるんでしょ。何探してるの。はい、 DS くれた。何これ、ピンクの DS。 長田さんがそこに置いてあったから。長田さん、なんでピンクの DS 使ってるんですか。ねえ、いや、私の DS よりかわいい。かわいいな、これ 3DS だ、 3DS、 ありがとう。これで私も森の仲間。そう、まだあの上の子にまだテレビゲームをやらせてなくって、DS とかもね、まだ持ってないの。へえ、それなんでですか。教育方針がそうなんですか。どのタイミングで。いや、別に絶対にテレビゲームとかそういう DS とかがダメとか思ってはないんだけど、どいくつでしたっけ。上の子がね、7つ。7つか、うん、でもそうなると学校とかでやっぱり、あの今年から小学校を通い始めて、うん、うんうん、でもね、まだそんなに DS の話とかしないからいいのかなと思って、そろそろじゃないですか。そう、だからそれも考えて、はい、今年のクリスマスはサンタさんに何お願いしたのって聞いてるんだけど、まだそのテレビゲームよりも、うんうん、なんか何何、あの変身するもの的な、あー、ヒーロー的な、そうそう、ばっかり言ってるから。そうですか。いつなんだろうね。あ、へえ、あれ、お子さんってその7個7個、お子さん7個と、うん、7つと、下の子は3つ。あ、3つか、うん、もう3つになるんですね。早いよね、なんかさ、やっぱ子供産んでからすごい早くって、はい、もっと早くなるんですか。いや、なるよ、だってもう、もう日々の生活に追われちゃうね。そうですか。なんか独身の頃が懐かしい。え、でも私今独身だけどもめっちゃ早いんですけど。いや、もうね、もう日じゃない。そうですか。本当。だってお仕事もするでしょ、うん、で、本当にこんな子供の行事ってそうだ、多かったと思って。そうですね、イベントごとがね。そうなの、そうなの、そうなの。そういうのこなしていくとどんどんこう早く過ぎ去りますよね。あずみもすぐだよ。本当にいいなぁ、なんかやっぱ幸せそうですね。家族で過ごすクリスマスとか。普通のことだよ。そうかなぁ、そうなのかなぁ。ひだまりスケッチは、ひだまりスケッチハニカムのブルーレイ &DVD 第1巻が、おととい発売になれまして、漫画タイムキララキャラットでも大人気連載中、単行本7巻も絶賛発売中です。の、動物の森に住む青木梅先生の漫画です。こちらの三種の梅木。三種梅木。皆様、全部揃っていますでしょうか。ねえ。もう年末だから揃えないと年越せないよ。そうですね。そうですよ。ね、三種の梅木は、お子さんたちは、どうですかね、うん、持ってますかね。私は持ってるんだけど、うんうんうん、でも、旦那さん好きなんですよね。え旦那さん、梅先生ファンですよね。うん。そこがご縁だったんですもんね。うん、そう。ねえ。吉野家先生のことは、誰ファンなんでしたっけ。あ、ひだまりの中で。
や、でも主人はやっぱり最初はやっぱユノだったよ。あ、ユノっちからやっぱ入るんですか。いや、主人公だからかね。そうありがたいですね。うん、あれ、ん、なんかすごく、あれ、で、出会いは、うん、ひだまりファンから。あ、そうすごい、あの原作から好きだったみたいで、はい、でアニメも見てくれてたみたい。あ、じゃあもう予約からしてますね、きっとね。うん、してたよ。年末年始はひだまりで過ごす感じですもんね。そうだね、やっぱ思い出のね、作品だしね。ですよね、出会ったきっかけですよね。あれ、ん、あ、すいません。あ、ちょっと、あれ、ちょっとした確認なんですけど。ちょっと待って。お子さん7つなんです。あ、ちょっと待って。ね。あ、前の旦那さんの前、お子さんなんですよね、7つの。え、あ、そっちか。7個の方が。え、7個の男の子は、うん、前の旦那さんとの子なんですよね。そうかな。うん、すごい波乱万丈ですよね。そうだね。でも普通だよ。え、いや、え、まあ、そうですかね。うん、結構、そっか。うん、普通。そうやって。でもやっとね、ご縁があって、やっぱ縁だなって思う、こういうことって。縁とかタイミングとかですよね。うん、そうだね。すごくなんかやっぱり、うん、振り返ってみると、うん、恵まれてるなって思う。そうですか。あー、ごめんなさい。そっか、うん、しみじみちょっとね、人生について考えてしまいました。うん、はい。ハニカムも、一巻が無事に発売になりましたー。うん、皆様、まあ、持ってらっしゃることでしょう。うん。あの、なんとかなんとか版にはね、なんとかなんとか版の、ゆのっちとみやちゃんの、デュエット CD がついてます。うんうん、すごい可愛らしい。また今までになかったような感じの、うんうん、ちょっとね、童謡みたいな。へー。私もまだ今ちょっとナウは聞いてないから早く聞きたいです。ほんわかする曲ができました。うんうん。で、あとは単行本7巻出ました。じゃじゃーん、じゃーん、あるんだ、そばに。そうなんです、うん、ついに表紙に。ありがとうございます。なんで笑うの。なんで笑うの。松木さん演じる吉野家先生が登場しましたね。ねえ、ね、吉野家先生は、うん、独身なんですよね。うん、そう。確かまだ独身設定ですよね。そうだ。あ、でも年齢設定は最初演じてた頃のマスキさんの年齢。そう。あ、そっか。私同い年なんでしたっけ？今。そうかな。29で、でも、うん、物語の中で1年は進んでいるから、32どこかしらで30にはなってるんですよね。そうね。はあ、追いついちゃった。始まった頃の松木さんの年齢に追いついたとも言えますか。そうなんです。そうなのね。ちょっと待ってね、します。計算、あの上の子を産んだばっかりの頃。誰か計算。いや、そうじゃないですか。そうだよね。そっか、今だいたい35だから。私いくつ連れ子。上の子は上の子は、うん、あれ、じゃあ天から降りてきた子が7つの子ね。なのかな。そうですね、うん、もう産んだばっかりの頃に、うん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 、ひだまりスケッチに出会ってるのかな、ですかね。じゃあ私もそろそろだな。そうだね、幸せになりたいな。いや、でもすぐだよ。なんか、はい、自分では、うんうん、結構こんなトントン拍子に行くと思わなかった。トントンでしたよね。なんかあっという間だったよね。あれよあれよでしたよね。あれあれよという間に、ねえ。ねえ。びっくりしたよね。へえ、いいの。まあまあ、アスリーもすぐだって。両立お忙しいですね。まあ、やればできるもんだなって。本当に？なんか、独身の頃は、はい、結構好きな時間に寝て、好きな時間にご飯食べてっていう感じだったんだけど、やっぱ家族ができると、ちゃんと家族の時間に合わせるもんだよ。本当に？そうですか？もっとね、お弁当とか作るの大変かと思ったんだけど、ああ、そうですよね。まあ、やらなきゃいけなかったらできるもんだよ。かっこいい！え、普通。ああ、そっか。うん、普通のことだから。普通の幸せ手に入れたいな。大丈夫。ご縁。漫画タイムキララキャラットでは3ヶ月連続で素敵なグッズがついてきます。はい。お、最初がファイルでね、次がボールペンでね、次はまだわかりません。あ、出てんのかな、なんか。かわいい。おー、すごいかわいいな。梅先生がガンガンイラストを描きまくっているところです。うん、ねえ、皆様全部三種の梅木揃えていこうね。それでは
81分お付き合いください。ひだまりラジオハニカムトゥルールートはひだまり荘管理組合ランディスの提供でお送りいたします。松木さんとはプレシャスメモリーズ以来です。会うのはね、イベントお疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったです。出演させていただきましたね。うん、水橋とともにね、3人で。この3人っていうのは珍しいですね。そうね、無事呼んでいただいてありがとうございます。のちみやちゃん吉野家先生です。うんうん、ね、そんなイベントがあったりもしつつ、はいはい、ひだまりスケッチハニカム、ハニカム終わっちゃいました。あーそうですね。ねえ、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。もしかしたらね、まだ、最終話まで放映になってない地域の方もたくさんいらっしゃるかもですけども、うんうんうん、ハニカムの現場いかがでした？楽しかった。もう、普通に楽しかった。うん、ねえ。いつも言ってるけど、はい、なんか特別な感じで始まるとかじゃなくて、本当は特別な始まりなんだけど、うんうん、いつも一緒に、こう、日だまりの世界観のまま、うん、なんかまた会って、また、ね、また去ってって、みたいな。なんかね。なんでしょうね。なんでしょうね。なんでしょうね。気の置けない仲間たち感。気の置けないの使い方は私合ってるんでしょうか。私も今不安になりながら聞いてるけど、多分合ってますよね。日本語難しいやつ。合ってた。合ってた。それ、うん、それです。それでしたね。ねえ、でも本当あっという間でしたね。ねえ。本当に時が経つのは早い。ねえ、うん。特に4期は、内容が、振り返りとか、うんうん、あったあったこういうことっていうのが多かったので、うんうんうん、なんかね、うん、いちいちしみじみしましたけども、うんうんうん、まあ、アフレコ行っちゃうとね、みんないるから、ちょっと楽しくやれちゃうんですけど、ね、台本チェックでいつもなんか、いつも、はってなってた。なんか、もう、ギュンって、胸がギュン、ギュン、ギュン、ギュンってなってたね。ねえ、うん。無事終わりまして、おかげさまでね。うん、さあ、そんな、ひだまり、ラジオの、ホームページのキービジュアルは、ひっそりと松木さん仕様になっています。ありがとうございます。なってるんですか？ふんって言った。なってるらしいです。ありがとうございます。どんなんでしょうね。私たち見える日だまりラジオで、書いたんです、うん。うんうん。このラジオのキービジュアルはこれやって言って勝手にいろいろイラスト描いたりしてたんですけど、水橋とか、うんうん、おみんちゅうだっちゃんす。うん。だっちゃんす。はい。それ、松木さん一緒にいなかったから、書いてください。ありがとうございます。あ、はい、はい。この後だか今だか、全然私5、6秒で書いたんで。5、6秒。うん、わかった。そういうやつで大丈夫なんで、じゃあぜひ。さあ、そして、3月3日の武道館もなんと。ねえ。もう、あと2ヶ月、ちょっとぐらいになっております。はい。ちゃんと迫ってきてますね。なんか、道のりが途方もなさすぎる気がしていて。うん。で、とっても先だって思っていたんですけど、2ヶ月ちょっとって聞くとすごい近い。すぐですよ、すぐ。ねえ、うん、ワンクールなくなっちゃった。ふわー、ね。はい。そんな武道館もありますし、うん。メールを。武道館メール。お。こちらはラジオネーム、マヨリペンギンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アスミンゲストの方、こんにちは。初投稿です。超ひだ祭りに行けるようにするためお小遣いを貯めている最中です。高校2年生ですが、今年の春には中学生と人に聞かれ、夏にはついに小学生と聞かれてしまいました、まあ、ですが今は高校生と人に聞かれる奇跡よりもひだまりのイベントに行けることを望んでいます。もしひだまりのイベントに行けたとしたら人生初イベントなので今からとても楽しみにしています。 PS 身長はそんなに低くはないと自分では思っています。154。へー。女の子です。17歳の女の子、154センチ。セブンティーン。松木さんは？え？え？なんで鼻の下伸ばしてるんですか？何？身長おいくつでした？150前半ですよね。え？はい。なんですぐ認めてくれないんですか？事実を述べよ。いや、違うの、は？こ、はい、
子供いると背伸びてたりしないですか？しないです。あ、そういうのはない。じゃあ150です。はい。あ、150？ もっとあります。いいです。ごめんなさい。151はあると思うよ、多分。笑ってる。あると思うもん。いや、あの、変わんないんで、確かに。え、なんで ?150 だろうとか、151も特に、あの、さして印象的には。じゃあ、もっと小さいですね、この方よりね。マイオールペンギンさんよりね。あんら。だから、全然、154だったらそんなに。うん、多分母ぐらいだ。あ、お母さんもちっちゃいんですね。へぇー。松木さんは、身長は変わらないとは思うんですけど、うん、体型とかってやっぱり子供産んで変わったりします？いや、え？あ、そんなに？戻しました？もしかして。なんか、はい、母乳だったから、なんかね、食べても食べても痩せちゃうの。そうなんだ。もっとね、ダイエット苦労するかと思ったんだけど、やっぱり。母乳だと痩せるんですか？なんかね、食べても食べても、はい、全部なんか、吸い取られる感じだった。へぇー。だから、意外とすぐ戻ったね。あんま努力しなくても、うん、勝手に努力するんだと思ってたんだけど、はいはい。うん、大丈夫だったよ。お腹ってすぐシュッてなくなるんですか？お腹は少し、やっぱ産んだ直後ぐらいは、うんうんうん、ちょっと気になったけど、そっかー。でももう、気づいたら結構元に戻ってた。そうか。じゃあ、なんか、ちょっと不安が拭いされました。うん。みんな、なんか。でも、やっぱ妊娠中にあんまり太りすぎたらダメって言うけどね。ああ、でも松木さん食べるの好きじゃないですか。うん、うん。太りませんでした？妊娠中。ああ。適度でした？ね。結構もう前の話だから。あ、そっかそっかそっか。そうですよね。もうお子さんが。大きいですもんね。でも下の子の時は、逆に、ちょっとつわりがあって、逆に、あ、逆に、上の子の時の方が意外と、つわり大丈夫だったんだけど、下の子の時の方が、出て、食べられなかったりもした。なんかあ、逆な感じしますね。逆でしょ？はい、うん。上の子の方が最初のね。うん、だからね、二人目も多分、順調に行くと思ったら、はい、あ、でも、あれかも、やっぱり上の子を育てながらの今回は、妊娠だったから。え？あー、まあ、そっか。年離れてはいますけど、ね、そうそう、あ、そっか。だから、体力が意外に落ちてたのかもね。あー。かもね。ちょっとドヤ顔感が。あ、そうなんですね。なんか、孔明君見つけた感じ。勉強になるなぁ。うん、何でも聞いて。私の時もぜひ、いろいろ教えてくださいね。ま、体質とかあると思うけど、経験談は言えるから。そうですよね。うん、うん、大丈夫だよ。ありがとうございます。はい。マイオールペンギンさん。待ってるね。待ってる！頑張ってー！ぜひー、うん、でもね、全然、お金さえあれば来られる。なんと、なんと。武道館ですから。客席いっぱいあるから。うん。ね、スケジュールとお金の都合さえつけていただければ。うん、ぜひぜひ、ほんとたくさんの方に来ていただきたいので。ねえ、お待ちしておりますよ。さあ、そんな武道館もあったり。あったり。12月22日からは、なんと、日だまりスケッチ歴史展というものもやっております。うん。こちらは、アニメイト秋葉原店7階イベントスペースで、1月6日まで。お、あとちょっとだ。そうなんですよ。年明け1月6日までやってますので、ぜひ遊びに行ってください。うん。展示コーナーでは、1期から4期までの振り返りがあったり、うん。アニメ制作資料や、梅津の複製原画なども展示。うん。そして、撮影コーナーやアンケートコーナー、物販コーナー、うん。会場限定のグッズも販売しております。はいはい。会場で商品を2000円以上お買い上げいただいた方には、ゆのっち店長のイラストカードをプレゼント。お！ゆのっち店長！ゆのっち店長。1月1日から3日に商品2000円以上お買い上げいただくと、期間限定イラストカードもプレゼント。てか1月1日から空いてるんですね。ねえ、すごいね。アニメイトさんすごいですね。うんうん、そして12月26日水曜日発売の日だまりスケッチハニカムブルーレイと DVD の第1巻をご購入いただくとイラストカードプレゼント！さらに抽選でインストアイベントにご招待！はい！日だまりスケッチハニカムブルーレイ DVD1 巻をこの歴史展期間中にイベントスペースにてご購入いただいた方の中から抽選で、1月20日の湯の役アスミカナさんの
トーク&ポスター私イベントにご招待。まあ、ご招待。これお渡しするんでしょうね。そしてトークもするんでしょ？あ、ほんとだ。トーク&ポスター。トークをお渡しするかもしれん。トークをお渡す。トーク&お渡し。違う。うん。うん。だって。すごい。何やるの？え、トーク、お渡し。トークを、お渡す。トーク&お渡し。うん。するんですって。日だまりのこういうお渡しイベントっていうのは久々ですよ。あらー、じゃあこれもみんな来たい。ぜひぜひ1月20日遊びに来てちょ。うんうん。もう前ね、うん、ずーっと前なんですけど、風船配ったことある。あらー。日だまりの。一気とか、一気ですかね、一気あたり。一気の、一気の特別編だって。あらー。そう、ま、しかもめっちゃ風強い日で、嫌がらせかのように風船をこう。しかもね、種、ひまわりの種つけてあったんですよね。そうそうそう。そんな素敵イベントをね、暴風の中やりましたよ。ちょっとじゃあ、1月20日どうなる？いい天気だといいなぁ。そうですね。何？あ、まあ、ポスターを私だから飛んでいくことはないかもしれないんですけど、うん、いや、暴風だったら飛んでいくな。ぜひぜひあったかくしてきてくださいませね。ちなみに展示品の中にはですね、日だまりラジオの原稿もいくつかあります。マジですか？もし初回日だまりラジオの仮台本とか、うん、そんなのデータで撮ってあったんですね。ちょっと失笑されたけども、日だまりラジオ365第10回、そして日だまぶるラジオ星3つなどが。すごい。展示されてるって。むしろ見たい。恥ずかしい。どこまでがとか。見せてくれてる。撮ってある。カッコ仮って書いてある。ほんとだー。うわ、ひだまりラジオ。年がすごい、年が。2006年。うーわー。もう、いや、そうですよ。そりゃそうですよ。2006年でしたよ。2006年の12月ですもんね。ちょっとまだフォントが違うんですけど。タイトルコール、ひだまりラジオ、カッコ仮って書いてある。始まりました、ひだまりラジオ、カッコ仮、パーソナリティのあすみかなです。すごーい。へぇー。わー、6年前の私。ねーね。ピギャー。ぜひそういうお宝満載なので、歴史展皆様ぜひ見に行ってみてください。遊びに行ってね。さあ、積もる話はまだまだありますけども、メールめっちゃすいただいておりますので読みましょう。なんと AKB48 グループがフライングゲットで今までに言ったなの数くらいいただきました。それは相当だね。なー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 ですからね。さあ、なください。な。一つ目のなは。な。なー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 です。はい、ラジオネーム、さんからです。なじゃないのかい。だからさ、いきます。はい。あすみさん、ゲストの方、コンチャス。コンチャス。ひだまりスケッチだ、7巻、買いました。もう、なんなの？さだったり、だだったり、なだっつってんだろ。第7巻のことでしょうね。7巻買いました。季節も、夏から秋、冬に移り変わり、有沢さんが出てきたり、夏目がいい感じに可愛かったり、あとは受験だったり、一冊を通して読むと、もしかしたらもうすぐ日だまり終わっちゃうのかなっていう、少し寂しいけど、そこには確かな時間の流れを感じ、少ししんみりしてしまいましたが、カバーをめぐったらいい意味で台無しでした。え、うん、あのカバーイラスト解説は台無しだ。いい意味で。え、これもなんとね、女性からなんですよね。ありがてえな。解説ありますね。わかりやすく7巻カバーイラスト解説ってウミスが解説する。台無しです。そう？いや、とっても微笑ましい二人の図だと思ったんですけど、だろう？やたらちょっとユノッチがはにかんでいるなとは思ったんです。はにかむ。はにかむだけに。だから、ウメスははにかむかなって。ウメスははにかむかな。ウメスは、うん、そのはにかむを組んで、ね、このユノッチを描いたのかなと思ったけど、そのはにかむの理由がちょっと残念だった。違うよ、吉野家先生がむしろはにかむを意識して、はにかませるために。そう、本意ではないけれども、え、本意じゃないの？こういう行動をして、はい、はにかむとリンクさせようっていう、体を張った？そう。ギャグ。そう。あ、そうなんだ。で、撮るのはどうだろう。そっ
か、吉野家先生もちゃんと考えてるんですね。そうだよ。考える方向性はまあ、置いとくとしても。うん、うん。そっか。でも、私何気に吉野家先生の手がなんか気になる。どこに手を。なんだろう。なんか気になる。若干気になる。ね、気にならない。不穏な動き。ちょっと、が、様子がね。そうですね。ちょっとね。皆さんぜひ見てみてください。はい。しっかり見て、うん、吉野家先生の真意をこう感じ取ってください。うん。ねえ、カバーもそうですけども。じゃじゃん。なんていうの中カバー違う、本体の表紙とかも、先生図がね、活躍していたりね。楽しいよ。そうなんです。あとね、梅先生の紹介のところ毎回ね、うん、めくってすぐのとこ、カバーに。あるじゃないですか、うんうんうん、あれをねデザイナーさんがすごいこんな素敵にしてくれたんですってすごい喜んでた本当にインベーダー的なことになってて面白いことにねえそういえば今までこんなじゃなかったなみたいなそうなんですよ真ん中ギャッってなってんのかな消えたんですそうですギャッおメスのそんな姿もぜひ見てくださいはいさあ、じゃあ、もう一個、こちら、7巻の感想ですね。ペイチさんからでーす。ありがとうございます。あすみさん、ゲストさん、そしていらっしゃれば、梅先生、いません。こんばんは。こんばんは。つい先ほどまで、日だまり最終話見てました。なんと。今期も面白い作品を本当にありがとうございました。こちらこそ。初日、初日。を拝む初日の出のことかなを拝む湯の地たちの姿を見て自分は来年も初日の出を見に行こうなどと最終回も変わらずのんびりしながら見させていただきました、うん、コミック7巻も買いましたアニメの印象が強かったんですがよく考えたら原作ではチカちゃん初登場だったんですねねそうなの、うん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 、もうすっかり仲間たちの一員だと私たち認識しちゃってるけども、ねうん、そういえばアニメからのキャラですあの子、うん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 、ね他にもハニカムでアニメ化されたお話が多くて復習しながら楽しめましたアニメは最終回になってしまいましたがラジオはまだ続きますよね2013年も漫画アニメラジオなどあらゆる分野で日だまりが続いていくことを期待しています皆さん良い私は良い私を良い私をうん、そっかラジオいつまでやるんでしょうねちょっとよく知らんですあ知ってるああの顔知ってるぞあ知ってる顔ばっかりだ知ってるあ私たちだけが何も知らない子供のようにほんまや私たちだけは甘やかされ、うん、ただ生きていればいいっていう、うん、ね生きていようそうしようすくすくとさあそんな感じで7巻も皆様続々と手に入れてるようです、うん、ありがとうございます、 楽しんでくださいませねもういい子供のようだメールもういいじゃあまだ読むはい、8話8話どうしたおさださんがメモで書いてくれてるそれをそのまま読むそうですこのメールはだいたい8話の内容だよっていう8話って書いてあるだけのやつをそのまま読みました。あら。こちらは、ラジオネーム、ゆのが宇宙で一番可愛いよさんからです。当たり前だろ !Yes, アスミス。ありがとう。ラジオに投稿するのは初めてだけど、思い切って投稿させてもらいました。お !Yes, アスミスは松木さんが考えたんでしたっけそうですね。今すっごいさらっと流してごめんね。せっかく松木さんが来てるというのに。大丈夫、大丈夫。はぁさすが大人の余裕ですね。気にすることないよ。そうですかね、は。かっこいい。私ちっちゃかった。なんでいや、なんかせっかく松木さんが考えたのにと思ったんですけど。うん、へぇー。でも、松木さん独身の頃はムキーってなってましたよね。多分ね、独身だったら。はいはい。へぇーってなってたと思うんだけど。私が考えたのに、ね。なんでそんなさらっと行くのなんでってなってたと思うんだけど。そうか。でももう、なんかやっぱ心境的にも変わるんですか？え、キュトンってしたけども。自分では変わったと思わないけど、やっぱり独身の時とは違うねって周りから言われるかな。もうだっていろんなもの背負ってるんですもんね。え、背負ってるってどういうこと？家庭とか子供とか自分のことだけじゃないですもんね。でも背負ってるっていうよりも、うん、
一緒に成長させてもらってるっていうか。すごいな。うん。今回投稿しようと思ったきっかけが、8話の座敷わらしゆののやーです。やー。あれはラジオでやっていた体育祭の話が元ネタなのでしょうか。気になってこたつから出ることができません。よろしければお答えください。ありがとう。どうした、うん、そっか。いや、こたつから出られないのは私たちには関係ないやつです。正しいよ。冬、あ、認められた。正しい。お、なんか、聖母のようですね。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 って言っちゃった。うん、さて、そうそう、座敷わらし出てきましたね。やあやあ、あれそう、びっくりしたんですけど、私も。いや、元ネタかどうかはちょっと、確認してないですね。どうなんでしょうね。ね。座敷わらしゆの、ちっちゃく出てた座敷わらしゆの、の声も私やったんですけど、うん、いざ本番でやってみたら、うん、意外と勢いよく出ちゃったんです。なんか聞いてて本人も予想外の声が出たんだっていう感じで面白かった。そう、スクッて立ち上がってたじゃないですか。可愛かったんですけど、それに引っ張られすぎて。でも確か一発 OK でしたよね。そうなんです。あのヤーはね、あれ、これ言うのからはだいぶ外れましたけどもって思ったんですけど。OK でーす。あ、いいんだみたいな。面白かった。そう。でも今期はね、ちょっとそういうのが多かったな。ユノってあんまり冒険しないというか、うん、そういう。ユノ自体は、ね。そうそう、うん。アドリブとか、その、うん、なんか、勢いとか、うんうんうん、あんまり乗せなかったんですけど、うん、これまで。4期はなんか、OK ですって出ることが多くて、本当ですか？やっては見たものの本当にいいんですかって思ったことが多かった気がします。いやいや、可愛いございました。ねえ、ありがとうございます。そして11話、はーい11話の感想ってことね。はい。ラジオネーム水冷てさんからです。見たいよね、冬やからな、うん、こんにちは。11話見ましたよ。とりあえず吉野先生の所有してる本の数にびっくりです。あら、美術関係の本って買ったことないですけど、あれ総額50万以上しません？でも高そう。高そう、美術関係の本。先生の口ぶりからするに、きっと何度も何度も目を通したんでしょうね。さすが先生です。ありがとうございます。美術に対する熱意だけは見習いたいですね。ちゃんとね、これね、空間を、こう、スペースをね、ちゃんと一文字ずつ開けて書いてあるからね。だけはですね。ありがとうございます。命の歌もカーテンいっぱいのデコレーションも印象的でしたが、うん、一番は夏目。お、夏目がいつになく可愛かったな。夏目ね、可愛い。もう、もう可愛い。もう、可愛い。大丈夫、可愛い。大丈夫。うん。サエが夏目を駅まで送って行ったところはもうニヤニヤが止まりませんでした。うん。山吹高校最後のクリスマスに最高の思い出ができてよかったね、夏目。はぁ、あ。よかった。よかったね。うん。夏目。うん。ついうっかりね。うん。こう、夏美さん、サエさんといるとき常にテンパってるから、そりゃ出るわな。ねえ、本当にでもスタジオでも夏美大人気でございます、ね。ですね。みんなね、うーってなる。なんでしょう。女子人気高いっていうか、まあ、基本的にスタジオにいるメンバーが女子ばっかりだからっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あ、お父さん役の大中さんも、うん、なんか、あれ夏目可愛いなって言ってましたよね。感想普通にね。そう。おっしゃってましたね。そう言ってましたね。うん、ねえ、いいクリスマスでしたね。ねえ。楽しそうでしたね。ねなんだか。いいな、本当に素敵、日だまりそう。ねえ。ねえ、皆さんも楽しんでいただけたようで何よりです。お、こちら、ゆの、いきます。必ずメモは読む方向で。読む方向になりました。うん、ラジオネーム、みやちゃん大好き、浪人生さんからです。まあ、あすみさん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオ聞いています。突然ですが、前々回のラジオの日だまりランキングで、ゆのという名前が県外でないことにとても驚きました。ほう。というのも、県外でないことに、うんうん、入ってないことにってことですね。うんうん、というのも、私の名前はゆので、私の18年の人生の中で一度も同じ名前の人に出会ったことがないからです。うん、またアニメ本編にもあったように、ユノと名前の入ったキーホルダーなどのグッズはどこのお店にもありません。小さい頃は名前入りキーホルダーを持つ友達や妹が羨ましく、でも自分のはないため、あまり自分の名前が好きではありませんでした。うんうん、今は日だまりのユノちゃんと同じ名前なこともあり、とても気に入ってます。リアルユノッチ。ユノッチーユノッチユノッチって、誰かに呼ばれて変なお願いだけども。ねえ。嬉しいですね、なんかね。ユノちゃん。ユノちゃん可愛いですよね。可愛い。なんか、あの、言葉の、文字の丸みが可愛い。うんうんうん、うん。響きも可愛い。でも確かに、ユモノも結構、名前に入る
言葉だけど、ユーノーの組み合わせって。ユーノーちゃん、なかなか ね、いないですからね。あ、確かに。私の人生の中でもユーノーちゃんっていなかった気がする。私もいないと思う。そっか、いそうでいないんですよね。かわいいユーノッチ、リアルユーノッチからのメールですよ。ユーノッチからメール来た。しかも18歳女性。ユーノッチ18歳。ちょっと大人になったユーノッチですね。からメールが届きましたね。ありがとう、ユーノッチ。は、あ、でもミヤちゃん大好き、老人生って書いてある。あ、本当だ。あ、本人がユーノッチだからね。そうそう、いいんです。老人生か。お勉強頑張ってくださいまして、ね、それはそれは。でも今、お名前いろいろだから。うん。ね。キーホルダーとかも大変ですね。そうだよね。どうなってんだろうね。ね。お名前キーホルダー業界は。そうですよね。個性のあるお名前が多いじゃないですか。増えてらっしゃるんでしょ、ね、それって、これ売れるんですかね、キーホルダー。どうなんだろう、ね。そもそも作ってるのだろうか。でも旅先は必ずありますよね。ね。ね。ひなちゃんとか人気なんですよ。あ、聞いたことある。うんうん。うんうん、ひなちゃん。太陽のようにうん、どうしたひなちゃん、うん、かわいいですね、うん、そういうの増えてんのかな、そういう今人気のとかが入ってるのかな。あ、松木さんのお子さんの名前ってん割とあれ一般的なんでしたっけ、それともあれ、でもそんな珍しくはないかな。あ、本当に、うん、あれでもあれ男の子二人、うん、上が男の子で、下が女の子。三つの子は女の子なんですね。そう。はぁー。名前決めるの迷いませんでした？顔がなんで顔が変えると伸びるんですか？考え。うんうん。上の子。はいはい。うん、悩んだかな。あー、悩みますよね。悩んだかな。やっぱね、こんな名前がいいと思っても、はい、気にしなくていいんだろうけど、どうしても画数とかも。ああ、やっぱちょっとね。見ちゃって。そうですよね。で、画数まで見てたら、うんうん、この読みにしたかったのにどうしても字がないなとか。旦那さんとは話し合いました。顔伸びるよ。何何何だって。旦那さんと話し合ったりしました？旦那さんも結構いろいろ候補は出してくれて、でもまあ最終的には任せてくれた感じ。基本的に、そういう感じなんですか、うん、旦那さんいつも。松木さんをこう、なんか、立てる感じなんですか、それとも、松木さんがついてくタイプなんですか、どっちかな私知らないです。そんな、二人でいる時のやつなんで、ちょっと私にはわかんないし。ワクワク。でも尊重はしてくれるかな、マスキさんのこと。うんうんうん、あ、素敵ですね、うん、できた旦那さん。旦那さん何お仕事されてる？え、旦那さんはほら、何でもいいんですよ。石油王。わー、そっかー、うん、そうだった。もうだってあれ生活一変しませんでした、それって。そうだね。だけど、お正月どっちに帰るんですか？アラブ？アラブか、うん、広島でしょ。アラブと広島って結構遠いじゃないですか。そうだね。どっちも行くのって大変だと思うんですけど。広島かな？今年は。アラブのお正月って何するんですか？アラブのお正月？あのね、アラブのお正月は、はい、油田で泳ぐ。きっと。かな。体に悪く。あ、なんかね、そういう儀式。あ、そう、儀式か、うん。その国ごとのありますもんね。そうそうそう。はあ。かな。金持ちのやることはちげえな。そうだね。ギャップ、うん、カルチャーショックとかもありますよね、やっぱりね。うわ、びっくりした。え、油の中で泳ぐの？それはびっくりしますよね。思ったけど、でもまあ、こういうものなのかなって思えば。あ、そっか、うん、憧れるな、うん。今日もリムジンで来てましたもんね。うん。スタジオまでね。そうだね。送り迎え基本そうですもんね。バスで来たけど。あれあ、そっか、そういう心も忘れずみたいなね。そうなの、そうなの。あ、そうですか。うん。あ、話が逸れちゃいましたね。なんだっけね。名前の話しましたね。もういっか。もういっか。アラブの話で終わりましたけども。そんな感じでメールでした。
カムトゥルールート、ハニカムツ。テーマに沿った6文字の言葉を紹介していく SIB コーナーでーす。 SIB? なんでしょう。 SIB さっぱり、うん、意味が、うん、ぶっちゃぶちゃ汚い基本なんか汚いですね。べっちょべちょ、べっさっぱり意味がべっちょべちょ、べっちょべちょ、もう意味がべっちょべちょです。それうーん、本当は教えない。はい、今回名画っぽい6文字を募集いたしました。ちょっとね、名画っぽいっていうのは割と何でも6文字だと名画っぽくなってしまうっていうのもあったり、ネタの被りはめっちゃ多かった、にょって書いてある。あと5文字、7文字、8文字、9文字の間違い多数。なんでなんで名画っぽいっていうだけで送ってきてくれたんだろうね、きっとね、うんうん、そんな中で抽出された磨かれたネタたちをご紹介していきます。はい、ではでは、こちらから、ラジオネームプロキオンさんからです。うん、ガチでいいえまあ名画だろうね。ガチでいい絵だから名画なんでしょうけど、うん、絶対チャラいやつが描いたやつですよ。あ、ガチで、これガチで、ガチガチで、チャラっくなれない ね。ガチでいい絵、マジでガチで、マジ名画、マジでガチで、どうでしょう。いいと思います。名画でしたね。名画です、うん。ガチでいい絵なんでしょうよ。さあ、続きまして、ラジオネームパパラッパさんからです。うん、ラストご飯。あ最後の晩餐の名前を名画風に訳してみました。名画かも。名画です。わかりやすくなった名画ですね。もっと子供たちにも、あれ?チャラいんですか?これも?ラストご飯。最後の晩餐。うん。ラストご飯。確かにでも名画ですな。名画ですよ、これ。うん、ちょっとなんか水彩絵の具とかでこう園児が描いた風の名画でしょうね。ラストご飯。はい、続きましての、うん、ラジオネーム枝豆さんからです。ほら、枝豆さん、額が豪華、額縁の方、部、額、ああ。名画だろうね、額が豪華だったら。そうですね。うん、でもたまに私たちサインとか書かせていただくじゃないですか。それを額に入れて飾ってますって人いますよ。申し訳ないって思いますね。なぜって思いますよね。そういう場合もあるから、これはちょっと名画、名画です。額があると名っぽい。名画でしょうよ。額が豪華。うん。ただちょっと言葉の響きが額が豪華ですけどね。ラジオネーム和幸さんから、一見雑。一見雑っていうのは、名画であるほど普通の人には、あれこれ俺にも書けんじゃねってくらい落書きに見えるものです。あ、そういうもの?そうかも。これでいいのみたいなやつ。ありません?なんか。なんか M だし、うん、いや、本当はちゃんとしてるのってわかるんだけど、うん、書道が極まりすぎると、一見雑、もうわけがわからん。な、いいよね。で、思うがままに筆を進めれば、私もいけんじゃないのかって思っちゃいますよね。でも、すごいんだろうね、本当は。うん、一見雑だが、しかし、すごくいろいろ隠された、こう、なんか、バランスとかね。深いですな。あるんでしょうよ。よ一見雑。名画です。うん。名画のコツかもしれません。私のもだからそうなんじゃないかな。それは本当に雑、あ、なんでも、な、一見です。一見か。計算し尽くされた。あそこにたどり着くまでに時間どれぐらいかかるの?私が本を出した時は、うんうん、考える、もう構想を何年かかったかわからない。そっか。うんうん、構想。筆入れから完成までは?早い。まず、書き出すまでに、そこまでしようかな。それ言ったに普段の目のさら。あ、それもです、それも。こら認めるなぁってなって、締め切り直前になって、あー、ブブブブブブってなりながら書くんです。割と、血と汗と涙が滲んでるやつです。よく頑張った。うん。お金たくさんもらったからいいんだけどね。恐ろしい。さあ、続きまして、ラジオネーム11。さんからです。お、ムンクの酒、一つ足りないけど、ムンクの
さっき。でも名画っぽいね。名画っぽい、うん、だって文句が書いたってことでしょきっと。うん。でお酒のなんかすごい絵描いたんでしょ、うん、文句の叫びって文句が書いた叫びなんでしょ。そうなんですか。そうなんです確か。奇跡休みこのネタ好き。うん、なんかなんでしょうね。好きね。条件反射で笑っちゃう、うん。楽しい。汚い。松木さんお母さんなのにそんな汚いことしていいんですか。お子さんたちってラジオ聞いたりしないんですか。まだそう聞かないよ。そっかそっか。でも今の子たちってもうインターネット使えちゃうじゃないですか。いくつぐらいからなのかな。もしかしたら興味持っちゃうかもしれませんよ。お母さんが喋ってるってなると。ラジオつけたらお母さんが白馬にしてるってびっくりだよね。ショックかもしれないですね。ショックか。お母さん上手って思う。でも旦那さんはきっと聞いてるわけでしょ。ええ、だって松木さんのこと大好きですもんね。うん、旦那さん松木さんのこと大好き。松木さんは、あれ松木さん、あれ芸名なんでしたっけ。下の名前は、芸名ですよ。あ、違う違う。あの、結婚して、名前って。名前は、ちゃんと変わってるよ、本名は。ああ、うん、そっかそっか。うん、へえ、うん。じゃあ、下の名前で呼ばれるんですか？松木さんじゃないですよね。松木さんって呼ばれてるんですか？私、なんて呼ばれてる？いや、私はちょっと知らないですけど。私、なんて呼ばれるんだろう。みーちゃんです。かわいい。でしょ？みーちゃん？本名のみえこでも、はい。こう、芸名のみゆでも、ああ、どっちも。みがあるから、そっかー。よく考えましたね。でしょ？うん。ありがとうございます。なんか疲れさせちゃったみたいで。大丈夫。みーちゃんかー。でもやっぱり子供が生まれてからママって言われるようになった。あ、そうなりますよね。旦那さんからも。旦那さんが、ちょっとママ。あー、いいなー。うん、そういえば最近呼ばれてないかな。寂しいですか。あ、でも私もパパって言っちゃうからね。そっか、そうなっていくもんなんですね。ね、家族が増えるってそういうことなのかな。そうだね。もう一回やった。あれも、これでいい。ありがとう。うん、さすが、なんか心がこう広い感じ、余裕があるってそういうことなのかな。 そしてこちら続きまして、ラジオネーム和幸さんからです。もうダメだ。頑張る、頑張る。ないだよ。面白いよ。頑張って。先にこれってハードル上げてるだけですよね、私ね。勝手に私だけが楽しんでるんですもんね。パーソナリティとして失格ですよね。どうしたの？どうしたの、あずみ？読みたいけど読めないよ、楽しくて。え？頑張る、頑張る。心を無に。心を無にするんだ。ムーンの叫び。これだって絶対先に私が笑っちゃったから伝わんないよ。ムーン、ムーンです。ムーン、ムーン、ムーン。伝わんないよ。楽しいじゃん。大丈夫、楽しいんだ、楽しい、楽しい。大丈夫、ムーンの、アズミン大丈夫。文句の酒からのムーンの叫び。ムーン。もうでもこれ文句が書いたわけじゃないから。誰が書いたんだ。ムーン、名画っぽいけど作者の名前がちょっと足りなくて名画になれませんでした。あら、名画っぽい、名前をつけるときに親御さんがあと一息頑張っていれば。こうか、名前って大事だね。ムーンの叫びです。うん、ムーンさんが。ムーンさん、そっか、ムーンがもう叫んでんのかな。それともムーンで叫んでるのかな。ムーン、ムーン、ムーンで叫ぶの難しい。ムーン、たけしさんみたいな。頑張った今。ムーンって叫びにくいです。さすがです、声優さんですごいね。なんだこれ、面白かった。さあ続きまして、はい、ラジオネーム、正月によく醤油とかきな粉とかつけて食べるあれ、餅からいただきました。お、ありがとうございます。そう解釈していいってことね。読みます。むぬありずあ。声に出して読むと名画っぽい。は？はっていうならなぜ選んだ？ちょっと頑張ったなと思って。一応6文字なんです。むぬありずあ。ほんとだ。あ、モナリザ？そうですね。に、あ、をぐちゃっとさせたやつですね。なぜさ、ほんとだ。むぬありずあです。でも名画っぽい気がしてきた。
ムンと同じ並びかもしれないけど、うん、ムンの叫びとムアリザです。メガらしい、メガっぽいっていうのはまあ確かにメガじゃなくてもポッケでは OK ですからね、うん、全部ぽいぽいっていうのはあれですか、なんか偽物ですか。メガっぽい。続きまして、ラジオネーム星とカモメさんからです。なんか爽やかですね。爽やか。ゴッホとコボ、どうでしょう。ゴッホとコボ、コボちゃんってこと。そう、夢の共演が今そうね実現いたしました。そうね、でもゴッホから始まってるから名画っぽいですよ。名画です。しかもコボなんて名画です。名画でしょう。名画。もう何年愛されてきているか、コボも。そしてゴッホは昔からそうです、ずっと名画です。画伯でいらっしゃる、うん、ゴッホが描くコボかもしれない。見たいわ。見たい。どんななのかな。わかんない。ずっとひまわり持ってるとか。ひまわり背負ってるかもしれないですね。コボの薄い知識で。私もあんまりひまわりぐらいしか出てこないんですけども。わからんけど。ゴッホとコボ。ゴッホ。あのね、文字で書くとね、よりちょっと共演感があります。本当だ。割と似てるんです。うん、ゴッホとコボ。ゴッホとコボ。ゴッホ and コボ。Yes。ありがとうございます。ラジオネーム 23km さんからです。うん。カマとジジイ。カマと、そうか。ジイではないんだな。カマ and ジジイ。そうね。ですね。そこ and なのかしら。カマととジジイ。あ、ちょっと意味が変わる。6文字から変わる。カマトとジーだったらまた意味が。ほんとだ、どんなジーだ。カマジーとカマトとジーがいるんだよ。カマトとジーと、全然話合わなさそうですね。カマジーとカマトとジー。うん。ね、だってカマトとジーでしょ。ジーなのにもうカマトとぶっちゃってるわけでしょ、ね、カマトとって最近聞かないですけどね。最近つうか、いつ流行った言葉なんだろう。わかんない。かまととぶっちゃって、みたいなことですよね。なんか昔の漫画の不良が言いそうだよね。うん、うん。あの、丈が長い。セーラー服の女子が、うんうん、何さ、あいつかまととぶっちゃってって言いそうだよね。昔のヤンキーの女子って何さって言いますよね。何さって言う。ね。なんかカミソリピシャキンみたいな。カミソリ、あれ昔のヤンキーの、漫画のヤンキーのイメージなんです。カミソリ何に使うんですか。え、それで、タイマンとかするんでしょ。はぁ、武器なんだ。すべて偏見の漫画の話です。出す。かまととじい。かまととじい。かまとじじい。かまが描くじじい？じじいが描くかま。でもかま、もういいや。もういいよ、かまじいは。もうちょっと竹やぶにこもっててください。え、続きまして、ラジオネームスロータウンさんからです。あら、ひだマーブル。マーブルが送るひだまりスケッチイメージソングアルバム第3弾。完全に名画やないですか。名画決定やで。あの青木梅先生もコーラスで参加したそうだった。うわー、ひだマーブルハニカムは12月26日発売です。もう発売になっているはずです。26日。美しい、うん、これぞ名画。名画でしたね。マーブル、ついにハニカムが出てますよ、うん、もうまたバーブルさんたちがね、たくさんの日だまりソングを書き下ろして、またあるんでしょ、あの吉永先生ラブソングね、また歌ってもらっちゃってるんでしょ。ありがとうございます。松木さんはどれだけの男性に愛されたら気が済むんですか。でもあれはまあ設定っていうかキャラのね、まあね、やっぱちょっと嬉しかった。そうですよね。2曲目ちゃんとこう菊池達也さんが、そうなんですよね、やってくださってます。そうですよ。なんかモテモテですね。だからもう設定だってば。でも現実では、現実では旦那さんにとっても愛されてるわけでしょ。すっごく仲良し。まあ、デートとかします。子供ができる前もしょっちゅう一緒に温泉行ってたし、うん、温泉行くんだ。そう、できても、はあ、みんなで遊園地とか行ってるよ。わあ、家族サービスですね。続きまして、はい、ラジオネームショウさんからです。ありがとうございます。ゴリラたちよ。なぜか名画っぽいんです
なんとかたちよっていうのってなんか何かこうメッセージ性がゴリラに向けての、うん、うん、そうですね、うん、そうですよ。でもこれ名曲にもありますけどね、何々たちよ、たちよ、でもゴリラたちよ、ゴリラたちよです。でもゴリラたちなんか目に浮かぶね。そうです ねゴリラたちよ、もうすぐ夜明けが来るといういい話や。そうです、そういう歌詞になっております。ちょっと歌にしたらね、歌だったらね、でも名画ですから。あ、これで終了？なんでひだまぶるで終わんなかったの？なんでゴリラたちを大鳥にこれ長田さんとっても気に入ってたでしょ、ゴリラたちを勝手な鳥がこれひだまぶるで終わって綺麗だったはずなのにな。ゴリラ3桁ぐらいあったの。へー、そうですか。このコーナーなぜかねゴリラ鉄板になっている。ゴリラ人気がねあるんで。ゴリラっていう3文字の強さがね、うん、まあなんか強いもんね、積み作りですよね。文字も音も強いからね。なんなんでしょうね、なんだろうね、最強ですねゴリラって。ゴリラ、ゴリラっていう、ゴリラなんか象とかヒョウとかライオンより強いもんね。全然強いです、インパクトもだし、なんかいろいろ含まれてる気がしちゃうんですよね。ゴリラ、ゴリラ。さて来月ですけども、来月は吉永先生も来てくれたので、このお題、先生が言いそうな6文字を募集します。6文字で先生っぽい、ま、ゴリラが入ってくるのか。先生が言いそうなゴリラ、ゴリラ、ゴリラですよ何の先生ですか。ゴリラですね。ゴリラですか。いや先生が聞いちゃったらいかんの。ゴリラでした。ゴリラ、ゴリラじゃないです。ゴリラじゃなくていいんですっていうか、うん、もうゴリラきっと来るから他狙ってください。先生が言いそうな6文字を待っております。はにかむっつのコーナーでした。恐れないで、何もかもが新しい始まりよ。教えてあげる私が。ひだまりラジオ、はにかむ。ひだまりランキング、皆さんが見つけたひだまりメンバーが誰か一人でも入っているランキングを紹介するコーナーです。はい、今回は吉永先生に絡めたランキングを多めにご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。吉永先生フィーチャー回です。ありがとうございます。ランキング、今回どんなのが来ておりますでしょう。パッパッこれ、これ決まり、ラジオネーム餃子ニコさんからです。あ、いいですねもう刺さった。1位筋肉マン、2位牛、35位吉野家先生。え、なんだろうな、吉野家先生は。でも結構、もうちょっと上でもいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ直接的には関わりがないからかな。え？え、それで言うと筋肉マンは関わりあるんですか？ちょっと筋肉マンに私あまり詳しくないので。牛丼好きなランキング、違うな、でも2位牛だもんな。牛なんです。こちらはランキング、某牛丼チェーンへの貢献度ランキング。貢献度か。貢献度で言うと牛を一番にしてあげて牛丼屋さんだぞ。ね、筋肉マンって好きなんですか？そう、牛丼が大好きなの。あ、そうなんですか。うんうん。すごい、なんか信じられねえ、こいつみたいな目で見られる。おさださんに。へぇー。そんないか。1位なんだ。牛だよ。貢献度的なことで言うと。そして吉野家先生はもっと上です。ほんと？じゃないですか？ありがとうございます。長、手、長、それです。ありがとうございます。じゃあ続きましてのランキング、こちらラジオネームかずみさんからです。5位松岡修造、7位松野明美、12位吉野家先生。これはこれ恐ろしいランキングですね。恐ろしい、だって、松岡修造、松野明美、熱血ランキング、いい風に言うとそうですね。こちらはランキング、相手にするとめんどくさい人といえばランキングです。1位から4位は誰だったんだろう。もっともっとちょっとやりすぎちゃうだけで、きっとこの人たちは話通じるんじゃないですか、うん、通じるはずだよ。通じないくらい
の人たちが1位から4位を独占してるのか。でしょうね、きっとね。吉永先生12位でした。ありがとうございます。名前に松がつくとめんどくさい人になるのかな。あれ松木さん。あ、でもほら私もう名前、ねえ、本名、松ついてないし。あ、そっか、もう変わっちゃったんですもんね。それまで独身の頃は、まあ、ね、それに合ってたかもしれないけど、荒くれてましたもんね。そうね。ね。ねえ。ねえ、なんかね、もう、一生結婚できないんだ、的なことをね、うん、言ってましたもんね。ねえ、あの日々が嘘みたいだよ。そっか、うん。いいなあ、憧れちゃうなあ、私、いつかなあ。え、すぐだって。どうしたら、いい人に巡り会えるんですか？いやもうね、こればっかりはご縁だよ。ご縁？どうやって出会ったんですか？え？私がちょっと朝急いでて、はい、で、朝ごはん食べながら走ってたの。トースト？おにぎり。わふー。遅刻ってもう一回結び。え、握り、結び、おむすび直したりなんかして、で、走ってって、はい、で、ドーンってぶつかったのが、石油王だったの。はい、へぇ、そっから恋生まれたんですか、うん、向こうがね。向こうがドキンってなったんですか、うん。それで学校に行って、転校生でやってくるんですか、仕事に行く途中。あ、で、仕事現場でアラブの石油王がいたんですか、あの、曲がり角でぶつかって、ぶつかって、で、私が声優って分かって、おう、プロダクションを買い占めたの。え、もしかして、AT1 って、実は、グループ彼のグループ会社の一つになっちゃったな。なってたんだ、うん、あ、もうなんか大きなとこすぎて私には知らないところでしたね、それは。結構もうそれは上の話だから。そうですよね。うん、体質自体は変わってないんですよね、そう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 。そっかそっか、道理で知らないわけだ。そう、そんな出会いです。大掛かりな、なんか、出会いだったんですね。ささやかな、最初はね。あ、ぶつかっただけですもんね。ちょっと当たっただけだから。だからご縁だよ、アスミ。だから。ご縁だよ。はい、次。はい。ラジオネーム、すきま梅尾さんからです。あ、梅ちゃん。9位、カツオ。10位、のび太。92位、吉野先生。ええー、先生はね、なかなかね、上位には入ってないですよね。何何？これはカツオ、のび太、吉野先生。ええー、これ割とわかりやすい。学校の中での、居眠りするランキング。ああ、吉野先生も確かに保健室に行ってますもんね。うん、これは学校で怒られる人ランキング。吉野先生もっと上な気がする。もうちょい上でもいいですよね。ずっと怒られてる気がする。でものび太ももうちょい上でもいい感じ。確かに、うん、毎日のように怒られてたよ。ね、そうね。一位だろうっていう長田さんの叫びがメモられて。カツオ、そっか。1位から8位もっといるってことですかね。怒られる。もっとは本当の荒くれ者かもしれないですね。本当の荒くれ者。うん。窓ガラス割っちゃう系男子。あら、あら。そんな系男子が。割っちゃう系男子の方が、もっとその辺並んでるかもしれないですよ。うんうんうん、尾崎とかを並ぶかもしれないです。イメージの問題です。そうです。じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム、ジャック2号さんからです。3位、ケンシロウ。10位、シュワちゃん。22位、吉野家先生。30位、草薙剛。はい。はい、脱ぐランキング？正解！ランキング。こちらは、脱ぐのが大好きな人ランキング。別に、大好きっていうわけじゃなくて、たまたま、そういうことがあったっていう。立派なパーソナリティだよ、アスミン。そうです。もうね、大人になったんですよ、私。いろいろ気にしちゃうんです。素晴らしいと思う。しかも強いとこじゃないですか。それ。あのそうね、重要よね。うん。別に私、言わされただけなんで。はい、次行きましょう。ラジオネーム、エイドリアンさんからです。お、エイドリアン。1位、ヒロ。サエ。お。2位、ユノ、ノリ。3位、ナズナ。4位、ミヤコ。最下位、吉野家先生。こちらはですね、早口言葉、生麦、生米、生卵の生に名前を入れてみて言いやすいランキングです。よく考えたね、エイドリアン。すごいね、その発想が。ね。どっから生まれた？
1位のヒロから言ってみると、ヒロ麦、ヒロ米、ヒロ卵っていうことです。で、最下位は、吉野家先生麦、吉野家先生米、吉野家先生卵。確かに言いづらいもんね。最下位だ。確かに。宮古も言いづらいのかな。宮古麦、宮古米、宮古卵、宮古米が。これ普通に、ちゃんと早口言葉になってる気がする、はい、宮古米が言いづらかった。宮古米。うん。はーん。なずな麦、なずな米、なずな卵はダメだ。確かに。よう考えたな。でも独断と偏見にも程がありますね。ヒロサイユのノリは。ははーん。なん、どうしたどうしたらこんな発想になるの。発想が新しいな。ねえ。よく考えた。じゃあ続きまして、ラジオネーム53歳。まあ。ラジオネーム53歳。まあ。でも年齢のとこもちゃんと53って書いてあります。ありがとう。26位、ゆの。8位、ひろ。1位、松木みゆ。え？来ました、松木さんです。これも独断と偏見ですね。発表します。はい。こちらは、50代アニメ好き男性が、お嫁さんにしたいな、と思うランキング。ああ、ありがとうございます。1位でした。ああ、嬉しい。でももう人のものだからな。ああ、そっかー。ごめんねー。やだー、なんかー。そうやってほらー、のろけですよ。え、のろけてない、のろけてない。ええー、本当にラブラブなんですね。でもすごい幸せ。倦怠期とかありました？ない。ええー、ずっとラブラブ、喧嘩とかします？ずっとラブラブ、喧嘩しない。本当に？そっかー。いや、本当に結婚できてよかったなって。もし、うん、この幸せがない、世界を考えたらもう恐ろしいもん。いや、それはそれでほら、幸せな日々が、本当に別の幸せっていうのがあるかもしれないですよ。本当に？うんうんうん。考えただけでも想像を絶するなんか、恐ろしい。そうですか？ほんと私、この人生でよかったなって思ってる。それぞれきっとね、うん、それぞれの人生先進んだらそっちはそっちで言ってるかもしれないですよね。そうかな、この人生でよかったんだっていう。そうかな、ね、うん。そっか、お嫁さんにしたいらしいでーす。ありがとう。あ、以上でーすか。以上でーす。はい。ランキングいろいろ紹介させていただきました。うん。日だまりランキングでした。日だまりラジオ、日だまり荘の11。ゆのちゃんたちが住む日だまり荘には個性的な人たちが住んでいます。そんな皆さんの周りの獣がごとく日だまりな人たちを紹介するコーナーです。はい。今回は収録日的にはクリスマススペシャルなので、まあ、私たちの勝手なタイミングですけども、うん、多めに紹介します。お、なのでサンタも味方を変えれば獣人だよ。そうなの？そうなの。ここで紹介する獣人との違いは知名度の差ぐらいかな。あいつだって獣人。どういうところが？人はなかなかやらないなっていうようなこと。うん。だからサンタさんってなかなか完全なできないじゃないですか。獣人ですね。でしょう。うん、さ、サンタさんの紹介していきます。はい。私たちのサンタさんはこちら、ラジオネームご飯を食べないとお腹が減るさんからです。うん、そうだね、当たり前体操かね。小学3年生の頃、地方の小学校に転校したのですが、うん、転校初日の朝、緊張でなかなか校門をくぐれずにいる僕は、学校周辺を原付で徘徊しているおじさんを見つけたのです。白いタンクトップに真っ赤なトランクスといういでたちの小太りのおじさんでした。どうしたのかなーとおじさんに声をかけられた僕は怖くなって一目散に校門をくぐり教室へ逃げ込みました。その後クラスで自己紹介を済ませ新しいクラスメイトとの雑談の中で先ほどの出来事を話すと、今日はおじさんのパンツ何色だった？と聞かれたのです。事情が飲み込めない僕は理由を尋ねると、原付のおじさんは幸せのトランクスおじさんと言って、真っ赤なトランクスを履いてる日に声をかけられると幸せになれるという噂が小学校で広まっているとのことでした。その後何度かおじさんとは遭遇しましたが、結局真っ赤なトランクスには最初の1回しかお目にかかれませんでした。再び転校してしまった僕はトランクスおじさんのその後を知らないのですが、脱ブリーフ後は真っ赤なトランクスを好んで履くようになりました。いつか私も幸せになれるのでしょうか。すごいね。うん、だから転校初日の応援団みたいなことだね。うん、
白いタンクトップに真っ赤なトランクス、うん、もうサンタじゃないですか。最初それが思い浮かんだ多分サンタさん脱いだらそんな感じだよね、まあうん、下はね。そうかも。そんな気がしない？どうしよう、なんかすごいおしゃれなやつ履いてたら、ボクサー的なやつとかスタイリッシュなやつ、どうしよう、それは残念だな。そうですね、うん、下着まで白と赤で揃えてほしいですね。ね、素朴なやつでぜひ。でもいいね。え、いい。転校初日を、はい、こう真っ赤なトランクスで、うん、こう華やげてくれたわけですよ。原付きで徘徊しているおじさん。それで入ってすぐ友達とも打ち解けたみたいだし、うん、そっかー、すごいことだよ。本当だ、ね、そうですね。今日はおじさんのパンツ何色だったって、これこいつが見たって、こいつを呼ばわりしました今呼ばって、ね、あのね、うん、ちょっとね世界観が今飲み込めてなかったのでちょっと動揺してたばかりにそういう言葉が出たけども、タイはない。大丈夫、リスナーさん大好き大丈夫。そっか、肛門をくぐれずにいた時だから、ね、見てたかもしれないです。だから転校頑張れよーみたいなよくさっていう応援団。そう、そっか、いいこと。だってどうしたのかなーって声かけてくれたってことは確かにそうですよね。何か緊張してるのかなーっていう、ね、組んでくれたんですよね。来たんだよ。お、いいやつか。おめでとう、いい獣人。おめでとうなんですか？いい獣人。おぉ、やっぱり松木さんは結婚してからなんか、許容範囲が広がったな。いい獣人。ラジオネーム、はるっぺさん。佐賀に住んでいた友達から聞いた話です。うん。数年前まで佐賀駅には、色黒で、それはもう体格のいいおじさんが、ちびまる子ちゃんの格好をして時々出現したそうです。へぇー。うん。あ、まさか、これもサンタ。白と赤。何？みんな何なの？白と赤。すごいな、うん、ただ特に危険な行動は取ってなかったらしいです。それではなし。へぇ ー、じゃあいっかな。うん、色黒でそれはもう体格のいいおじさん。そうだけど、うん、ちびまる子ちゃんなのかもよ、その格好してたってこと。ちびじゃないよね。昔ちびでまる子で、まる子でだからまる子って名前なの、カタカナでまる子。探しちゃうやつ？マルコって名前なの。そうそうそう、お母さん探しちゃう？そう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 。あー、マルコどこの国の方なんでしょうね。わかんない。マルコポーロ的な。あー佐賀駅か。でもね、なんかこの話ちょっと聞いた気がするんですよね。私ちょっと佐賀の方にしばらく行った友達いるからこれ聞いてみようと思って。ぜひね。ちびまる子ちゃん。出たら怖い。ちびまる子、まる子、マルコです。カタカナの方のね。ね、マルコさんか。そっか。いや、やっぱクリスマスって、そうよね。白と赤よね。うん。続きまして、ラジオネーム、おだまりスティッチさんからです。あらま。メガネおじさん。お。子供の頃、友達数人とロケット花火をやっていました。うん。当時は、ロケット花火が仲間内で流行っていて、何本も連続で火をつけたり、いろいろな角度で打ち上げたりして遊んでいました。そしてるうちに割と低い角度で飛ばしてしまったロケット花火が向こうの方から歩いてくるメガネのおじさんに向かって飛んでいきました。そのロケット花火はおじさんに直撃することはなかったのですが、結構おじさんの顔の近くあたりまで行って爆発してしまいました。するとおじさんはこっちに向かってつかつかとやってきて、絶対怒られると思ってビクビクしていたのですが、ニカッと笑ってメガネかけてるから大丈夫と言って去っていきました。子供ながらにみんな大丈夫じゃないだろうと心の中でツッコミを入れ、それ以来私たちの間でロケット花火ブームは終わりを告げました。特殊な訓練をされたメガネおじさんでないと危ないので、良い子の皆さんは絶対に真似しないでくださいね。だってはぁ、これなんと女性からなんですけど。へぇー。女性、そっか、ロケット花火は子供は楽しいよね、あれね。ねぇ。わかりますけど、人に向かってだけは絶対にダメよ。十分気をつけて。たまたま、ね、特殊な方だったから。たまたま獣人だったから、うん、メガネかけてるから大丈夫って。いやぁ、心広すぎだろ。ね、何が大丈夫だ。そう、当たってたらどうしたんでしょうね。どうなのか、俺のメガネにっていう、メガネの心配じゃないか。うん。そっか。お気をつけ遊ばせ。うん。いろんな獣人がおるで。獣人、もういい。あ、ラスト。ラスト獣人。ラスト獣人。
今年最後の獣人。あれ迷っている獣人参ります、うん、ラジオネームヒロの体重をオラに分けてくれさんから、まあ、こらこら今日は僕の弟が遭遇したサトウキビおじさんを紹介します、うん、そのおじさんは電車の中でサトウキビを食べるらしく、うん、バリボリと食べてはそれをふえーと床に吹き出すそうです。なんだこの表現。弟がそのおじさんと出会った時は高校のテスト期間だったらしく、大勢の高校生が電車に乗っていましたが、吐き出すたびにそれを見ていた女子高生は悲鳴を上げるのですが、おじさんはサトウキビに夢中なのか気にもしません。ワイルドだろう。アスミさんもゲストさんもサトウキビおじさんのようにワイルドな生き方を目指されてはいかがですか。これはこの方は沖縄の方、あ違う、鹿児島の方鹿児島、鹿児島もサトウキビ食べる。はぁ、獣人です。お家に帰るまで我慢できず食べちゃったのかな。サトウキビ大好きなんですね。ね。サトウキビ畑でならペーしてもね。そうかもしれないですね。土に帰っていくからね。うんうん、これは、なぜか、目も野生のサンタって、どこをどう解釈したらサンタになり得るのか。プレゼントに持っていくはずだったサトウキビ。サトウキビを我慢できず、ガリガリ。お茶目うん、我慢できなかったんだよ。そっか。そっか。許さないね。さ、そんな感じで、うん、ちょっと多めの獣人のコーナーでしたが、はい、皆さんの周りの個性あふれる獣人の日だまり教えてください。獣人？日だまりな獣人教えてください。はい、日だまり層の獣人でした。何気ない日常の中。笑い合おうよ、ルンルンルン。エンディングです。です。松木さん、お忙しい中ありがとうございました。いや、何おっしゃいますか。ありがとうございました。また私も遊びに行かせてください。お家に。あ、いつでも来て。本当ですか。もうね、上の子も下の子もなんかかなちゃんに会いたいってすごい言ってた。やだー、恋されちゃったらどうしよう。違うよ。え、ダメですか私。違う。違うの。ダメ。10歳ぐらい、10年ぐらい経ったら私結婚できるでしょ。でもやっぱ上の子は、はい、小学校に好きな子いるみたいだし。そっか、残念だな。でも、うん、これから大人の魔力で。こらこらこら魅力。魅力やらで私、うん、松木さんのお子さん狙っていくんで。あ、冗談ばっかり。ね、いつでも来てね。あ、ありがとうございます。松木さんいかがでした、久々の日だまりラジオ。はい、日だまり層の獣人が何かなと思ったら、はい、ああそうかって思いました。あ、そっか、初めてでした。このスタイルは初めて。獣人でしたでしょ、まあ、ああ獣人だって思いました。そうなんです、うん、相変わらずのさばってます。はい、それでこそ日だまりそうですね。そうです、ですね。ね、はい、松木さん、はい、メールください。あ、いいよ。全然家事の合間とかで構わないので、うんうん、なんかお家であった面白い話とかぜひ送ってください。分かった。え、どこのコーナーとかあるの。獣人じゃないですか。え、なんで一番適したのは獣人かなと思いました。わかりました、メールします。はい、うん、これね、おミンチとダッチャンスはね、なんでだろうな、メール届いてないんですよね。あら、何かと紛れちゃってるんじゃない。いや、全部ね、目を皿にしたんですもんね。長田さんが目を皿にして、うん、見たんですけど、うん、おみんちゅだっちゃんすからは何やら届いてない雰囲気。不思議だね。不思議なことが起きてます、うん、ね、別の世界に行っちゃったかもしれないです ね、 ね、そうだね、不思議だね、うん、なので松木さんはください。わかりました。次回は1月末の更新となります。はい、お相手は湯の役のあすみかなと吉野家先生役の松木美優でした。日だまりラジオハニカムトゥルールートは日だまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたしました。また来月。え、年明けですね。あ、良いお年。あ、日だまりスケッチハニカムのブルーレイ &DVD2 巻が1月23日に発売されます。新たな年ですね。2巻目が出ますよ。もうね、毎月出ていくからね、ちゃんと時間に追いついていきましょう。はい、ね、
はい、家事の合間に見てくださいね。あ、うん、全然大丈夫。家事とお仕事の合間で、うん、時間見つけるの大変ですね。いや、なんか本当時間は作るものだから。本当に大丈夫だよ。いつ、どういう時に自分のことやるんですか？やっぱり2人を寝かしつけた後かな。そっか、うん、夜寝るの遅くなりません？でも9時ぐらいには寝かしちゃうからね。ああ、そうか、そうか、そうですよね。でも朝早いですもんね。そうだね、お弁当作らなきゃいけないからね。毎日ですか？まあ大体毎日かな。得意料理なんですか？え、得意料理？お弁当に入れて喜ばれるやつ。もうやっぱどうしても卵焼きだけは絶対みたいだよ。そっか。でも大体ね、残さずに食べてくれる。あらー、旦那さんには作るんですか？うん。あ、旦那さんの好物って何ですか？コロッケ。いや、今油つかまの考えたらコロッケしか出てこない。油って石油王でしょ。だってなんで油使うの考えたんでしょ。わかんない。油にまみれたい、なんかそういうなんか勝負なんですか？コロッケ、コロッケ。泳ぐの好きだから。コロッケ、コロッケ食べるのも好きなの。そうだね、油が好きだね。そっか。じゃあコロッケ作りながら、はい、日だまり見てください。さあ、その2巻に入るオーディオコメンタリーももう収録しております。もちろんですけども、3話と4話が入ってるんですが、アスミ、水橋、チョウの3人で。チョウさん、そうなんです。この3、え、あれ、やりました、やったやったやった、はぁ、あ、私が別世界に飛んでたわ。バイバイ。え、そんな感じで私が結婚してて、人妻声優の走りで、もう子供も二人いて、旦那さんともラブラブで的な回がいいです。アスミサンタ、なんて日だ。